まあ、新谷を通して僕を知ってもらった人が多いと思うんですよね。そういう人が望んでるのって、僕の曲をポンって出すより、こう横尾さんがなんか大元に何かあって、それをインスピレーションを受けて僕が音楽つけるみたいな。あー、なるほど。じゃあショートストーリーみたいなの作って、そうそれを岡部さんが曲をつけるってやつ、うん、とかだと普段のさ作ってるやり取りもさ、まあ、少し会話見れたりもしてもらえるのかなとも思うし。あー、そのお金はどっから出るの？チラチラ。ちょっと横尾さん、はい、俺のこと誰だと思ってんの？世界の岡部だよ。